はいさい、今回は中城にある吉野浦公園に来ています。2頭のねシーサーがお出迎えしてくれてますね。ちなみにこちら、口がね開いてるのでオスのシーサーですね。でおそらくあちらはね口が閉じていてメスのシーサーです。こちらの公園ね、何年前かな、2、3年前にはねちょくちょく来てた公園なんですが、久々ですね。僕の影も映ってますね。中城村民検証。あ、逆光でねほぼほぼ見えないんですが、吉野浦公園って書いてます。でね、こちらの公園ね、まあ海がね近かったりするので、今回ね公園内をねお散歩しながら、最終的にはねビーチの方、海岸の方までね行ってみたいと思います。まだね朝なんで小鳥がビーチクパーチクさえずりが聞こえますね。ガガジュマルも綺麗ですね。綺麗にね整備してある公園で、ね、鳥の声とかがね聞こえるといいですね。でまあやっぱグラウンドもね綺麗に整備してあって、これ中の方は人工芝なのかな。周りはね本門の芝なんだけど、トラック内はもしかしたら人工芝です ね。グラウンドがあったりねしますね。あ、ちょっと川の方歩いていくか。なんかお魚がねいたりすると面白いので、とっくり足も種いっぱいつけてるね。とっくりみたいになってるんで、とっくりヤシって言うんですけれど、面白いヤシですよね。なんか川いるかなと思ったら干潮気味なのかな、ちょっといまいちでしたね。でね、カラフルな遊具とかもあってね、ファミリー、お子様連れにはね安心して遊べるようなね公園だと思います。すごいねこれね、金網から突き破る、これは桜かな、すごいね。もともと変なとこからね生えてて、金網もね突き破って育ってますね。生命力ってやつですね。ガジュマルの根っこもね風で揺れて、今日の沖縄はね、まあ、晴れてるんですが、何かね風があってね、台風何号かちょっと忘れたけれどがちょっとね発生しているのでね、沖縄の近く、まあ今回の台風は沖縄にはね来ないと思うんですが、ちょっと影響を受けて風が吹き始めてるのかな。まあそれでもねうっすらなんかね雲があったりするんですが、見ての通り太陽もね眩しくさんさんと輝いています。でですね、こちら展望台があるんで、まあ、一旦展望台の方登って、そこからね海岸が見えると思うので、そちらの海岸にね向かおっか。やっぱ中城は自然が豊かですよね。奥はねもう山ですよ。ちょっとまだ見えないか。
誰もいなければいいけどな。あ、朝だから誰もいない。よかったよかった。あ、涼しい。でもすごいね、これね、これをあずまやってね、呼んでいいのか分からないけれどね、大きなね、屋根付きの休憩所、展望台がありますね。で、こちらから、ね、中城のね、海が見えています。涼しいね。戦闘機。早いね。本当はね、あんまり撮影中にね、飛行機は飛んでほしくないんですが、長城のね、山も見えてたりします。お、早いな、もうあんなところに飛行機が行ってる。あっという間ですね、戦闘機は。でね、展望台はね、先ほどは階段だったけど、ここはスロープでね、本当に優しい公園ですね。では早速吉野浦公園ビーチの方行ってみようか。黄色いね、アラマンダのね、お花もいっぱい咲いてますね。今ちょっと晴れてくれてるから、ここスクショにでもね、スクショじゃないや、サムネイルでもしたいですね。こんな感じかな、まあ、これよりもいい場面がねあれば、そちらをねサムネイルするかもしれないけれど、今のところは今の方がいいね。このガジュマル、いつかの台風で倒れてしまったのかもね。それでもたくましく、またね、横になりながらも生きてますね。なんかお寺の雰囲気があるね、このね、あずま屋で。遠くではカラスもね、鳴いてたり。やっぱ自然が豊かなんですね。朝のまだね、9時になったばっかりくらいのね、時刻だと思うんですが、もうなんかね、沖縄暑いな。まあまださすがに30度、ああもう行ってるかな、もしかしたら30度ぐらいあるかもしれないですね。とはいえこういうね、晴れが続く沖縄なんですが、なかなかね30度以上にはならなくてね、まあなっても32度とかそのぐらいの気温だと思うんですが、今年もなんだかんだ天気予報の最高気温は35度いってないのかな。ハブクラゲに注意って書かれてますね。はい、こちらがね、中城にあるね、吉野浦公園ビーチっていうね、いう場所です。まあ、特にね、誰かが関心がいてね、管理したね、ビーチっていうわけではないんですが、それでもどのくらいかな、これ100メーターちょうぐらいあるのかな、ぐらいのね、幅の砂浜がね、広がる海岸です。天然ビーチなのかな。でね、あいにくやっぱりね、太陽がね、正面、海側に、海方向にあったりする東側の海なので、そこまでね、これ午後こちら映すともっとね、青い海が映せると思うんですが、やっぱ午前中はね、逆光でね、
海の青さがなかなか伝わりにくいというかね、まあ時間的な問題なんでね、しょうがないんですが、まあそれでも、っていうか今日の沖縄はやっぱなんか霞んでますね。なんだろう、若干白もやがかかったみたいなね、景色になってますね。こちらもこちらで小さなねビーチみたいな感じになってますね。でも暑いな。ハマヒルガオもね、海辺によく咲いてるお花です。朝顔みたいだよね。まあ同じようなね仲間の植物だと思うんですが、はい、というわけで今回ね 2,3 年ぶりぐらいだと思うな。もしかして Facebook では何回もねアップしたことあるんですが、 YouTube はもしかしたら初めてかな。そんなことないか。まあ結構久々にね、中城村にある吉野浦公園と吉野浦ビーチからねお届けする動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバーイ。